こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。カイジが誇る潜水艦が敵役に、静粛性ではトップクラスの潜水艦、各国共同で探し出す訓練を、日米英合同訓練はどんな展開を見せたのか。2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において、日本、アメリカ、イギリスの3カ国の艦艇、航空機による共同訓練が実施された。この日米英による共同訓練は、今回で2度目の開催であり、前回、つまり初回の実施は2018年12月で、同じく海域となる太平洋上で行われた。日米英といえば、くしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが、当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だ。2018年12月の共同訓練には海上自衛隊からは護衛艦いずもが参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルとともにアメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行った。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には海上自衛隊から護衛艦村雨と潜水艦イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加した。第2回目の方が小規模な実施となったが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられている。航空機は海上自衛隊が P-1 哨戒機、アメリカ海軍が P-8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれて、それぞれに対潜哨戒機、水上艦艇と連携したことも考えられる。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもある。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて、本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろう。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーン・エリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがえる。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだ。いわゆるセドリと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し、各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っている。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し、
洋上の監視任務に当たっている状況だ。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されている。こうして見ると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲、加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだ。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できる。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機 F-35 シリーズの配備だと思われる。海上自衛隊は護衛艦出雲、加賀を改修し、F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているが、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスも同様だ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーン・エリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるだろう。ただし、発艦用にスキージャンプ方式を採用したクイーン・エリザベスより、出雲・加賀にとっては、アメリカの強襲揚陸艦での運用の方が、より近いと言えるかもしれない。F-35B ステルス戦闘機については、その短距離離陸垂直着艦という、特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包している。しかし、同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想的たる中国海軍の策的網を超える作戦行動が可能だと召され、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だ。遼寧をベースに今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている。中国海軍に対し F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろう。一方アメリカ海軍の原子力航空母艦は現在の主力の F-18 戦闘機に変えてF-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だ。これも全ての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるのだろう。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F2 次期戦闘機の開発が進む中、やはり日本は国産に関わっている。F2 戦闘機時、開発の時に国産化できなかった、その思いがあり。今回は、純国産を狙って計画している。だが、やはり米国の草案なども出てきて、今後どうなるのかわからないが、日本には開発段階ジェットエンジン XF9 が存在するのをご存知だろうか。 F22 戦闘機ジェットエンジンと比較すると同等かそれ以上の性能を持っている。そんなジェットエンジンの存在を知ってか、米国がテンペスト計画に日本を猛プッシュしている。ではそんなすごいジェットエンジンを詳しく紹介していきますね。ほんと量産するようになると、もっと改良が進む。もっと進化するかもしれないですね。日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとなる。ジェットエンジンが、防衛装備庁に納入されたのは2018年6月でした。プロトタイプのたった1機でしたが、IHI 社開発のこのエンジンは話題を集めることとなりました。というのは、XF9 の1と呼ばれるこのジェットエンジンこそ、航空機、戦闘機用に開発され、現在の国際的スタンダードと比較しも、全く引けを取らない高性能を実現した画期的なものだったからです。今回納入された F9 の1エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は、15トン以上ということですから、F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンの、推力 15.9 と比べてみても、引けを取らない数値と言えるのではないでしょうか。ちなみに F35 ライトニング2戦闘機の F135 エンジンの、アフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンということですので、XF9 の1エンジンよりも高い数値となっています。ただし、これがプロトタイプのエンジンであることを考えると、今後の推力向上も考えられるでしょう。アフターバーナーについて説明しますと、エンジンから出される排気ガスに燃料を噴霧することで、燃焼力をよりアップさせることで推進力を高くしていくシステムです。XF9 の1エンジンの場合はこの、アフターバーナーなしでも、推力11トンという記録を出しています。XF9 の1エンジンが注目を集めた理由として、今までは国産エンジンの分野では、このような優れた一線級の性能を得ることは困難でした。しかし、この分野で、世界に通用する性能を見事に、実証してみせたことが理由と思われます。ちょっと昔の話になりますが、現在使用している航空自衛隊の F2 戦闘機は、アメリカ製の F16 戦闘機を土台として開発すること決定されました。その大きな理由の一つは、戦闘機に搭載するエンジンを日本国内で開発できないから、アメリカの技術を真似るということだったのですが、それを思えば、今回の XF9 の1エンジンは快挙と言えるでしょう。この時も、日本独自で戦闘機開発を目指すべきだ、という意見は、確かにありました。
しかし、政治的な判断や戦闘機の、いわゆる機関部分の、国産化はかなり難しかったのが、当時の現実だったのです。でも今は違います。いよいよ日本の国産エンジン製造に、目処がついた状況になりました。F2 戦闘機の後継機となる F3 戦闘機ですが、アメリカとの共同開発が確実と思われますが、XF9 の1エンジンを獲得したことで、新しい選択肢が増えたということは間違いないでしょう。前述のように、XF9 の1エンジンは、現在流通している戦闘機用エンジンに求められる小型、軽量という必須要素をクリアしていますし、それに加えて推力15トン以上というアドバンテージを確保しています。これは素晴らしいことで、秀逸と断言してもいいと思います。XF9 の1エンジンのデータですが、先に挙げた F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンは全長 5.16M、直径 1.168M なのですが、XF9 の1エンジンは全長が 4.8M、直径は 1M であり、比較するとコンパクトなサイズということがお分かりでしょう。単純に推力だけを強めたエンジンを製造したいのなら、サイズが多少大きくなることを許せば、案外簡単に達成できるようです。しかし、これぐらい小さいサイズであり、かつ強力なエンジンと完成されていることが最大のポイントと言えるでしょう。というのは、現在の戦闘機に必要不可欠と考えられているのは機関部の小型化なのです。小型化することで、これはステルス性能も高められますし、機体内へ収容させる兵装の量も増やすことができるという一石二鳥のような両立に役立つことになるのです。無論、ステルス戦闘機を独自で開発するとなれば、このような兵装を収容するためのウェポンウェイの技術的ノウハウなどの様々な課題が山積していることは言うまでもありません。でも、最大の関門とも言われるエンジンの小型化がクリアされたということは心強いと思われます。その他の状況を紹介します。2019年6月、XF9 の1エンジンの水力変更ノズルが開発中ということが航空見本市で公開されました。これによって、実用化に向けた準備が着々と進められている事実を国内外に印象づけるものになったようです。水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることで、戦闘機が進む方向を調節する装置のことです。XF9 の1エンジンは、ノズル式の水力変更装置によって、最大20度の角度内なら、機体の制御可能と言っています。開発の進む XF9 の1エンジンですが、明るいことばかりではありません。というのは、次期 F3 戦闘機自体の着地点が定まっていないのです。こんな状況では、大事なプロトタイプが活用できないという最悪のシナリオの可能性も考えられると推測されるのです。ここに来て、当事国である日本よりも、
次期 F3 戦闘機に関心を持ち、重要視していると思われる国があります。その取り上げ方ですが、方向性が定まらない計画を名指しするだけでなく、これによって自国の安全保障が脅かされるといった論調で、騒いでいるのです。その国こそ隣の韓国です。中国は日本を総敵国とみなし、ことあるごとに言いがかりめいた言動や行動を起こしてくれますが、韓国は曲がりなりにも日本と同じくアメリカの同盟国です。言うならば同格であるはずなのに、日本が第6世代戦闘機である F3 戦闘機を開発することに危惧を示しています。何回も言いますが、次期 F3 戦闘機計画は何も決まっていません。白紙状態と言っても良い状態です。それなのに、そこまで気を回されるというのは、韓国は日本の戦闘機に怯えているという感じもしますし、むしろ日本の技術力を過大評価されているのではないかとすら思って、こそばゆい気持ちもします。その反面、太平洋戦争終結から75年、韓国はまだまだ日本を一方的に仮想敵国だと思い込んでいるのかと驚くやら、悲しいやら、複雑な気分になってしまうのは、筆者だけではないと思います。韓国は、軍備に力を入れつつあります。原子力潜水艦や航空母艦などを、購入したがっているようですが、国力と軍事力が、釣り合わないのではないかなどとも考えてしまいます。韓国の軍備は、一体どこに向かおうとしているのでしょうか。迷走はまだまだ継続中ということですね。